皆さん、任天堂スイッチ、マリオ&ルイージ RPG は購入されますか？なんとこのタイミングで驚きの情報が飛び込んできました。結論としまして、なんと、ステージのクリアの順番が自由であることが判明と。要するにこれ何が言いたいかっていうと、例えば一般的にはオープンワールドのゲームかな。そちらでは自分の好きに、クリアしていく。一応ストーリーはあるんだけど、好きなボスから攻略していったりとか、で例えばブレワイとかであれば、まあ、即ラスボスに挑んだりとか、ポケモン SV であれば、まあ、自分の好きな順番で、ジムをね巡っていったりとか、まあ、好き放題できるところが非常にね、最近自由度が高いといったところで人気なんですが、なんとね、この度マリオ&ルイージ RPG RPG なんですが、なんとね、ステージのクリア順が自分で選択できると、まあ、厳密には自分の好きな順番で島を巡ることができると、どうやらそういった仕様になってるみたい。まあ、この手のゲームってさ、例えば、1人目のボスはこいつです。で、2人目のボスはこいつですみたいな感じで、ある程度ロードマップが決まっていて、まあ、それに沿ってクリアしていくみたいなのが通例なんですが、ただ今回は、なんとね、自分の好きなタイミングで島を巡って、まあ、クリアできるみたいだから、まあ、本当にね、従来の作品と違ってかなり画期的だなと思いました。まあ他のゲーム、まあ、特にオープンワールドの作品とかやってる方であれば結構馴染み深い、そういった文化となっておりますので、まあ、サクッとね理解できるかと思いますが、ただ RPG でこれやっちゃうんだ。なんかレベル的には大丈夫なんかな。まあ、ちょっといろいろね懸念点はございますが、ただ今作に限っては、まあ、最近流行りの自分で、好きな順番で攻略してくださいみたいな、そういった仕様になってるみたいですね。なんかガチのアクションとかであればさ、別に全然ありだと思いますが、ただレベルとかがね、特に重要視されるこういった RPG で、そんなのが自分の好きなタイミングでクリアできますよとか、そういったものが一応ね、できるっちゃできるかもしんないけど、ただある程度ね、まあ、ポケモンみたいに、決まってんじゃないかな。どうなんでしょうか。まあ理論的には一応いけるけど、結局なんかその順番でいくみたいなのが一番効率が良さそうではあるので、結果なんかそうなりそうな感じもするけどね。まあ果たしてどうなるでしょうか。ただ一方でこのマリオ&ルイージ RPG でこういった機能ですね、期待しているかって言われると、正直そんなに期待してないからさ、まあ自由度が増したことはね非常にいいかと思いますが、なんかそれだったらさ、もうちょっと他の機能にフォーカス当ててね、ボリューム増やすであったりとか、エンドコンテンツを増やすであったりとか、そっちの方に注力してほしかったなと思いました。ただまあレベルとかどうなるんだろうな、ちょっとそこのところが気になるよね。まあ例えば調整が入るとかさ、例えばそのクリアした島によってなんかそのレベルが調整されるとか、そんな感じなのかな。まあポケモンの時はそういった調整はなかったからね。だからこそ、結局ね、ある程度順番が決まってたみたいな。一応オープンワールド、かつ自分の好きなタイミングで、どこでも行けますよっていう、まあそういったスタンスでこの SV がね、発売されましたけど、ただね、蓋開けてみるとそういうわけじゃなかったからな。結局なんか、ね、まあレールに乗っかってるみたいなところがありましたし、なんかね、今回のマリオ&ルイージ RPG も同じような感じがするんだよな。たださ、逆に即ラスボスに挑めますみたいな感じだったら、それはそれで面白いんだけど、どうなんだろうか。けど結局 RPG なんで、レベル上げてね、物理でぶん殴るみたいなゲームなので、まあそれを考えた時に、まあ正直ね、結局なんかレベル上げないと厳しいのかなと思っているから、まあどちらにせよね、即ラスボスに仮に挑めたとしても、まあとてもじゃないけどクリアできないというか、初期レベルで挑んで勝てるとは思えないからさ、なんかブレワイとか、まあ、ティアキンみたいに、まあ、例えばそのアクション全振りみたいなね、アクションさえねうまくできれば、即ラスボスでもねクリアできますよっていう人も出てくるかもしんないけど、ただこのゲームに関してはそういうわけじゃないからな。
完全に RPG だもんな。まあ嬉しいね、要素が今回判明しましたけど、まあ、あくまでこれも参考程度かなと思っています。で、あとはですね、この話とは別に、新たな情報、新たなね、ムービー、PV がね、公開されましたので、もしよろしければ、そちらの PV もですね、この動画見終わった後に、公式ホームページから見ていただければと思います。ただね、マリオ&ルイージ RPG は本当にね、かなり期待しておりますから、楽しみですね。で、その、1週間後には、ドラクエ3リメイクも出ますから、だから割とね、巻きでマリオ&ルイージ RPG やらないといけないんだよな。ちなみに、今年発売する大きなタイトル、まあこのゲームが大きなタイトルかって言われると難しいけどさ、まあ純粋に新作として出るのってこれぐらいじゃないかな。まあ他は基本的にリマスターであったりとかリメイクばっかりだからね。っていうかさ、今年本当にリメイクとリマスター多すぎないか。そう、めっちゃ多いよね。なんか完全新作のゲームってほとんどないよね。まあ部分的にはあるけどさ、ほとんどがリメイクじゃないかなと思いました。まあやっぱりあれなのか、次世代機、まあ任天堂スイッチ2が見えてきてるから、まあ完全新作に関してはそっちの方に向けてねリリースする予定なんで、まあそっちは別途今ね開発を進めていると。なのでリメイクでつなごうみたいな感じなのか、まあどのゲームメーカーからもね、かなりリメイクが出ておりますので、逆にリメイクしか出てねえんじゃねえかっていうぐらいリメイクだらけだから、本当にね、まあリメイクはまあリメイクで嬉しいんだけどさ、ちょっと極端すぎるなとは思いました。はい、まあそういった状況です。で、まあとりあえずマリオ&ルイージ RPG はね、今回かなり期待できる内容となっておりますので、まあ個人的にもね、相当楽しみなゲームの一つではあるんですが、ただこのタイミングで新作出るんだね。てっきりなんかさ、もう任天堂スイッチでは出ないんだと思ってたわ。まあそれではなくて、あれなんだよな、ドンキーコングか。そう、ドンキーコングの新作が出るんじゃないかなと思ってたんだけど、なんかこっちの方が先に出るっていうね。っていうか、ドンキーコングって結局出なかったのが任天堂スイッチで。まああれもね、結構人気のシリーズではあるからさ、出るんじゃないか出るんじゃないかと、ずっとね、任天堂ダイレクト見ながらウキウキしていたんですが、結局出なかったな。その代わりピーチのゲームが出たりとか、まあ新たな挑戦を続けておりますが、もしかしてもうドンキーコングって出ないのかな。俺はね、あのゲーム結構好きだったんだけど、皆さんいかがでしょうか。はい、まあそういったところで今日の動画一旦終わりましょうかね。マリオ&ルイージ RPG、今回新たな情報が判明と、で、新たな PV もね、今回公開されましたので、ぜひ皆さんそちらもですね、ご覧いただければと思います。ってことでお疲れ様でした。ではまた、バイバイ。